一体何が悪いんだよ。それ以上くだらねえ話をするんじゃねえ。許せない。全部消えちゃえ。また一体何様なの。当然です。私をいじめるの。また俺は救えなかった。異能犯罪が増加傾向に。異能を使える自分のことを特別なのか。どんな異能使いになったらどうしようって。元 AUT の方って聞いていましたから。俺は異能の大半を失ってしまっているんだよ。それがどうして僕たちの担任を受け持つことになったのでしょうか。俺は神谷レンジ、君たちの担任だ。これからいろいろお世話になるんでよろしくお願いします。男子と一緒に暮らすだけでもどうかと思うのに。癖のありそうな生徒ばかりだ。それが異常異能ですか。これより結界内に侵入。 RAUT302 部隊出動。はい。才能のあるやつってすごいですよ。それに引き換え俺なんて。ダメになったら逃げちゃえば。これは俺の復讐だ。足手まといを巻き込む気はねえ。もうあんな悲しい気分はごめんだろ。私の罪は死ぬだけで償えるような。どうしてあなたは生き続けているの。それが残るなら他の思いが消えちゃってもいいかなって。私は認めて欲しかっただけなのに。あんなに頑張って走ってきたのに無駄だったなって。この世界はなんてクソダメなの。誇れる自分を取り戻したかったのに。どうせ誰もあなたに感謝してくれない。人に裏切られるのが怖くて、人を信じるのも怖くて。そうやって怯えて生きていきなさいね。それじゃ授業を始めるぞ。先生、今週もよろしくお願いします。はあ、授業か。やる気出ないな。スキルゲット。まあ悪くねえな。イエーイ、また上がっちゃった。全員戦闘態勢。この敵なら火が良いでしょう。回復の手立ては一つじゃありません。異常異能になったんだな。みんなのことそれなりに好きだったよ。犯罪者の裁き、犯罪者の裁きよ。私 RAUT には向いていないかもしれません。続けても辛くて苦しいだけなのに。君たちに真摯に向き合えていただろうか。なんでこんなことに。全部殺して。君たちのことを深く知ろうとしただろうか。あなたは死んで償わなくてはならないの。君たちを理解するために何が足りなかったのだろう。どこかで見た絶望の世界、それでも諦めるわけにはいかない。後悔はもう十分した。再び桜が咲く季節の自分に託そう。きっといつかはその異能の力によって人と人はもっと理解し合えるようになると信じているの。